のステージ。この目に見えぬものはない。過去も未来も千里先まで嘘偽りのない誠のみを映し出す。我に見せよ青き瞳よ。徳川の世が久しく続いた平穏な江戸の時代の話でございます。日本橋から江戸で一番にぎやかな通り町を南に歩いた先、京橋近くにあるのがご存知長崎屋でございます。日本橋の人々を溢れる人々。やだダメったらダメですね。お願い。おぶりっ子だ。ダメです。マジ現代子だ。ダメです。あ、なんだか今日は佃煮が食べたいな。あー、藤っ子だ。ありがとう、行ってきます。やだするぜ。君の気持ちもいつ僕の心も I can see you can feel 全てを見通し、あれこれあっぱれ点検する。バカ旦那、頼む、俺を助けてくれねえか。特別な薬を飲ますとか不思議な呪文を唱えるとか、どんなことをしてもいい。とにかくこれを、この目を人から嫌われないようにしてくれ。あとそれからなるべく痛くない方法で頼む。それと全く見えなくなるのは勘弁だ。あと分かってると思うが、俺のこのグッドルッキングな顔には傷をつけないでほしいよ。あとだってな、俺のことを愛してやまない可愛い子ちゃんたちが悲しんじまうからよ。ああもう我慢なら、お前の都合なんか知るか。君はシャイニースター、この離れを失うことになれば、あやかしたちが安心して過ごせる場所がなくなってしまう。せーの、情報収集、いいんじゃない。あやかしパワー使っちゃって、お江戸のことならお茶もございたい。お待ちくだされ若旦那。館長、和尚様からのお返事預かってきました。はあ、ありがとう、助かるよ。ああ、大丈夫ですか。私は守られてばかりじゃなくて、みんなをもっと守りたいのに。ごめんよ、八つ当たりだ。ああ、分かってるさ。どうして分からないんだよ。